ここまで登ってこれたの。チビのくせに大したスピードじゃ。仙人様どこにいるんだ。わしじゃ。え、おめが仙人様。ま、正確に言えば仙病様だがな。調整水じゃな。そこの台の上にあるのが調整水の入った壺じゃ。じゃが、なんでさらに強さを求める？今のままでも十分強かろう。なるほど。ドラゴンボールを集め、ウパの父親を生き返らせるためには、そのタオパイパイという殺し屋にまず勝たねばならんわけか。そんなわけだからさ、この不思議な水をもらうぞ。やろう。じゃが、お前に調整水を飲むことができるかな。別にまずくはない。わしが飲むのを邪魔するだけじゃよ。なんで壺取るんだよ。調整水が欲しかったらわしから壺を取って飲んでみろ。全然なっとらんの。どれ、もう一度鍛えてやろうかの。あ、オラのドラゴンボールの家と袋。おりゃ、取ってこい。うわ、どこへ落としてんだ。はよ探してこんと誰かに取られてしまうかもしれんぞ。Yeah!
¡Oh, no!